国内最高峰 JSB 戦。今大会もレース1、レース2が予定されていた JSB 戦クラス、公式予選終了後に視界が悪化、その後視界が回復しなかったためレース1は中止。予選順位でハーフポイントが与えられました。5周減算の20周に減算します。翌日の日曜日は天候が回復、ドライコンディションのもとレース2が行われることに。レース2ポールポジションはゼッケン7、中須が担い、続いてゼッケン15、津田和也、3番グリッドにはゼッケン3、天原総合。 JSB 1000クラス25周の決勝レース2がスタート。スタートダッシュを見せたのはゼッケン7、ヤマハファクトリーの中須が担い、そのままホールショットを待っていきます。そして中須賀の後ろ2番手にポジションを上げてきたのがゼッケン18、秋吉康介、そして清成も3番手にポジションを上げてきます。オープニングラップ、早くもアクシデントが発生。なんと2番グリッドからスタートのゼッケン15、津田和真が3コーナーで転倒、レースリタイアとなります。このアクシデントによりセーフティーカーラン、レースは振り出しに。そして4周目にレースが再開、前回の鈴鹿同様このタイミングで清成がスイッチオン、 10% 勾配で車速を乗せていきます。その清成が1コーナーの進入で中須賀を捉え、トップに躍り出ます。そしてトップ2の後ろではゼッケン11、亀井雄大がゼッケン18、秋吉をかわし3番手に浮上。その亀井の動きを見た浜原も最終コーナーで秋吉を捉え4番手に。レース再開後ポジション争いが激しくなります。そして今度はゼッケン7、中須賀が動きます。ホームストレートで清成に並びかけ1コーナーのブレーキング勝負。ここは清成が前で1コーナーを回ります。しかし中須賀は前を行く清成をロックオン、その隙を伺います。迎えた6周目のホームストレート、再び中須賀が仕掛けていき清成をパス。今度は中須賀が前で1コーナーを回ります。トップに立った中須賀はペースアップ、独走体制を築き、その後ろでは清成、亀井、浜原の3台による2番手争いが繰り広げられます。そして4コーナー、浜原が亀井のインに飛び込むのですが、ここはクロスライン、順位に変動はありません。レース10周目、清成、亀井、浜原とホンダ勢による2番手争いはこの距離感でバトルを展開。しかし馬乗せコーナーで亀井がオーバーラン、これにより浜原が3位に浮上、そして清成の背後をピタリとマークします。11周目の試験員進入、浜原が清成のインに飛び込むのですが、ここはクロスライン、清成が2番手を守ります。その後も浜原は清成をマーク、そして16周目に入ったところでは2番手浜原、3番手清成、さらにはレース後半ペースを上げた亀井がこの2台に追いつき、2番手争いは再び3台となります。やっとドアを開けました。浜原騒動、浜原さあ、そしてペースのいい亀井が試験の進入で清成のインに飛び込み、3番手にポジションを上げます。終盤になってもトップの中須賀はハイペースを維持したまま独走状態で周回を重ねます。そして気になるのが2番手争い、今シーズン表彰台争いの常連となってきた亀井が2番手を走る浜原との距離を詰め始め、レース残りわずかとなったところで2台がテールトゥーノーズに。そしてホームストレートで浜原に並びかけ1コーナーのブレーキング勝負に出ますが、亀井は止まりきれず、ここは浜原が冷静に対応します。浜原前です、浜原前、1
亀井雄大、勝てましたね。その後も2位を狙う亀井は幾度となく仕掛けていき、24周目のバックストレッチでついに浜原をかわして2番手を奪います。ゼッケン11、亀井雄大、前回の鈴鹿で JSB 戦初表彰台を獲得。このままチェッカーを受けると自身最高位の2位獲得となります。そんな中、トップゼッケン7をつけるヤマハファクトリー中須賀克之が一足先にファイナルラップへと入ります。そして三つどもえのバトルが続く2番手争いもファイナルラップへ。亀井が最後の力を振り絞りペースを上げていったのですが、なんと馬の背で転倒。これで2番手争いが決着します。トップを走る長須賀はレース終盤になってもコンスタントに1分27秒台のハイペースで周回。2番手以降におよそ10秒もの大差をつけトップチェッカー。開幕戦から続く5連勝をマークしました。結果はご覧の通り、2位天原、3位清成、亀井は転倒から復帰、12位でレースを終えています。ポイントランキング、開幕から負けなしの5連勝を飾った中須賀がリードを拡大しました。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます、開幕戦からなんと5連勝、ね、そうですね、まあ、昨日がねちょっとレース1がキャンセルになっちゃったんで、来ていただいたファンの皆さんにちょっとこう申し訳ないなという気持ちだったんですけど、まあ、今日しっかりねドライのレースで、まあ、こうやって連勝を伸ばすことができて、まあ、ほっとしてますね、はい。前日のレースがねキャンセルになって全10レースになって、まあ、半分終わりましたね、はいはい。後半戦に向けてどうですか？そうですね、やっぱりそのやっぱファクトリーとしてねやっぱ勝つのが絶対という、まあ、チームなんでね、まあ、いろんなプレッシャーはあるんですけども、まあ、前半戦をいい形で本当に締めくくれたことが、まあ、非常に良かったかなと思います、はい。後半戦も期待しています。頑張ります。ありがとうございます、はい。2位獲得の浜原選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、自身2位っていうのは最高位ですか？そうですね、最高位です。今までは3位が2回あったんですけど、それ以上はなかったので、はい、今回は嬉しいです。まあ、ホンダ勢の中ではトップっていうことになるんですけど。そうですね、それも初めてなので、まあ、今回の予選がホンダトップだったので、それも初めてなのかな。まあ、今回は雨晴れ関わらず意外と上に行けたんだなっていうのがあったので、はい。まあ、今日のレースは晴れたんですけど、雨でも晴れでもどっちでも良かったかなと思ってます。まあ、見てるとですね、徐々に良くなってきてるのかなと、調子が上向いてる感じ。そうですね、去年はちょっとなんていうんですか、まあ、それはみんな一緒なんですけど、コロナの方で振り回されてなかなかどうやってこのバイクを作り上げていいか分からなかったんですけど、去年のデータを逆に捨てて今年は今年でやりきってみたら結構いい方向に来たんじゃないかなとは思ってます。まあ、中須賀選手一人勝ちなんですが、そのあたりどうですか？みんなで力を合わせて倒したいですね僕一人じゃちょっと分かんないんで、もうはい、ホンダ、まあ、キット車なのでファクトリーのヤマハさんにどこまで迫れるか分かんないですけど、やっぱホンダ一丸となってどうにか新型 CBR の素晴らしさを伝えていけたならと思います。3位表彰台獲得の清成選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうではないのかな。いやー、本当の七夕ですね。申し訳ないですけど、亀井選手にはまあ、テント見たときは表彰台に登れたっていうのは確信したので、まあ、嬉しかったですけど、登れないよりは。ただ、まあ、今週いろいろこう試しながら乗って、あ、こうすれば大丈夫だな、こう一個一個確かめながらなんかこううまくやって、まあ、そしたら少しずつこう乗れるようになってきて、まあ、でもとてもその前2人抜こうなんていうことはできなかったですね。これでね前半戦終了となります。後半戦に向けてどうですか？正直全く納得ができる前半戦ではなかったので、自分がこう思っていた走りもできませんでしたし、成績はもうちょっと
ちょっとひどいですね。悔しいだけですけど、後半戦はですね、まず1勝できるように、まあ、前半とてもその勝つようなレースではないんですけど、後半はできるようにしますので、ぜひまた熱い清成の走りを見せてください。はい、最後まで絶対諦めないので、ぜひ応援よろしくお願いします。全日本ロードレース選手権第3戦、須郷いかがだったでしょうか。JSB 1000クラスはですね、中須賀選手の5連勝圧勝で終わりました。強い中須賀、誰が倒せるのかといった感じでしょうか。ST 1000クラスはね、渡辺和真選手が初優勝、結果終わってみればホンダ 1,2,3 の表彰台でしたが、ヤマハの、ね、岡本選手序盤トップ快走しておりました。で4位にも、ね、南本選手が入っておりましたので、ね、次回以降ですね、ホンダの牙城を崩すライダーが現れるのではないでしょうか。より激戦のレースが期待できると思います。次戦以降の熱い戦いに期待しましょう。それではさようなら。この番組はホンダ、レッドバロン、ご覧の各社の提供でお送りしました。